力劇もなんか中野新橋でしたもんね。いたいた、アパートが、うん、そう行った時にあのなんだっけ、あの翔平ちゃんが隣だったんだ。翔平さんね、太平マンション、うん、そうそう、あの神田川沿いに、そうそうそうね、太平マンションもう引っ越してだいぶ経つから、もう住所行っても大丈夫でしょうけど俺ね、中野新橋越してきた時に、翔平さんの住んでる場所、なんか高校生が、まっちゃん翔平さん家こっちだよって、まっちゃん越してきたんでしょ最近、翔平さん家こっちだよって、案内してあげるよって言って、その高校生に翔平さんの家を紹介し教えてもらいました。ここが翔平さん家だよって、ね、で教えてもらったんですよ、あの石井くんっていう近所の高校生に。そしたら翔平さんに伝わった時に、翔平さんの家をあちこちで俺が教えてるっていう。あかんねえお前、あかんねえ、あちこちで俺のマンションを教えてるっていう噂聞いたぜって。いやそんなことない、僕ちょっと高校生から家を教わっただけなんですけど。あかんねえお前、あちこちで俺のマンション。